今日はちょっと事前に話伺ってて、遠征者のフランスから来られたサメルさんとやりたい人聞いたところ、オトチュンとやりたいということですので、オトチュンとのご先お願いしたいと思います。サミルさんです。はい、サミルさん、ガイル使いの方です。あ、お願いします。ではまず、オトチュンの方に、コメント伺いたいと思います。お願いします。あ、どうも、オトチュンです。今回はね、フランスの方からね、わざわざこのエンパラの方に来てくださった、ね、ガイルズ使いの方が来てくださってるということで、エキシビション的なもので、ちょっと、お相手させてもらおうと思ってるんで、まあ、ここは国際交流ということで、ね、なんかこの、まあ、日本男児としてのこの意地を見せたいと思います。皆さんよろしくお願いします。おとちゅんありがとうございました。ではサミルさんの方にコメントを伺いたいと思います。ありがとうございました。おとちゅんさん、ナイスプレイ。Avec おとちゅんce set à Osaka, content d'être à Osaka et que le meilleur gagne. いや、オトチューン絶対倒すって言ってました。いや、ステージはどこでも OK。では始めてもらいたいと思います。よろしくお願いします。ご先です。ハーフテンカウントです。お願いします。ちょっとまだ今コメントの方入力中ですので、すみません、まだ表示の方間に合ってないです。すみません。でちょっと、横綱と交代しまして、さあよくわかんない間にオトチュンが勝ってました。いやいや、ここはねやっぱガチで勝つのはね、さあピオル、投げる、一気に決めに行った。さあこのオトチュンという男におもてなしの心はない。さあ戦列、さあ裏剣がしかし結構当たっている。さあいい飛びが入って、さあリバーススピンから画面端、さあ結構裏剣がいいですね、さあタズがタッチューキック、これはスタブ、さあこれは狙った打ちしたんでしょうか。
炎症逆3ヒット元めくりが当たってないぞ。サーマー打っていく。さあ置いてある。こう足からの投げ、あれはかなり返しづらいですね。さあこれは3先ですか5先。オトチュンが2勝ですかね、さあこのカードをやはりチュンリーが攻めて触ってしまうといろいろ面倒くさいので、それまでにダメージを取っておきたいライル側。さあこのラウンドはかなりな。さあそれが受け身がない。投げて、これはサマーが助かるやつ。これは戦列確定ですね。さあさあ背中蹴り。さあ、あの乗っかりはどうしようもないですね。投げる、3-0。さあそろそろ忖度してもいいんじゃないですかね、音順さん。忖度してもいいんじゃないですかね。さあ、ミスったか。サーバーは食らわなかった。サミルもね、かなり上手いプレイヤーなんで、ね、あのヨーロッパ行った時にこんなしっかりしたガイルがおんねやと思って、実はもう一人ね、ガイルプレイヤーすごい上手い人がいて。さあ、このラウンドはしかしかなりいい感じ。そうですね、スタブとか裏剣とかね、結構差し合いでいい技指してますよね。はい。さあ、クライン投げ。今のはオトチュン、ちょっと当て投げを選択肢に置いて、つなぐタイミングで技を打ってなかったですね。はい。勝負をかけるクライン投げ、うまいですね。さあ、逃げそばに戦列。投げて、これはしかし、受け身を取れたので悪くはない。サマーを透かして、めぐりから投げ。あの立ち寄ってくらいは本当返しづらいですね。さあ、連キックから、しかし、次の2択はしのいで、おっと投げる。さあ、しかし、さあ、戦列溜まったので、こっからですね。はい。さあ、戦列が当たる。さあ、こんなバグ技が許されていいのか。ああ、追いかけちゃった。さあ、オトチュンがリーチ。早くもリーチですね。サミル、頑張ってほしい。当たりそうでしたが、はい、これ起きたねえぞ。おい、オートスピンは暴発。さあ、これをものにしたい。さあ、あの垂直ジャンプは咎めづらいんですね。戦勝客。さあ、リーチ。さあ、さあ今度はさっかい様。さあ、繋がらないが、オトチュンもミスる。戦列はガード。さあ、サミル頑張ってほしい。
さあ、もう途中妄想ゲージが溜まる。なんだこのキャラ。ガード。ゲンキック、投げにはいかなくて。さあ、きつい。ナイスドバット。サミルいいぞ。今のはいい飛びでした、はい、全世界がサミル応援します。さあ全世界がサミル応援している。頑張れ。オトチュンは実の兄弟にも応援されていない。さあここはここはおっと裏剣と高す飛んでいる投げおっと一ラーついに一本取った。さあこのまま4連勝すれば勝利。思い切った投げがねしっかりしてますね。そうですね。あと、はい、技の差し込み方ちょっとねやっぱ戦列をうまく使っていくチュンリーとやってないのかなっていうのもありますが、はい、基本的な動きは非常にしっかりしてますね。そうですね。まあ、フランス勢のチュンリー使いではザギさんが結構ね、はいはいはい、あの手堅いチュンリーでいますけど、まただいぶタイプが違いますけどね、はい、さあでも結構しっかり動いてる。さあこれは当たらない。お、ゲンキックが強い。投げて受け身がないのはきついが、さあサマーが出なかった今。さあ踏み込み中は下打ち、サイドリーチ、さあゲージが溜まる前に、おっとあっと食らってしまった。垂直がやはりね、おーそう切れる。さあこれでいいよいいよ。まあ、数少ないチュニーの弱点ですね、はい、めくりがガイル戦はかなり分かりづらいという。さあ戦列溜まった。ここはガード。おサマー。さあおっとこれはミス。めくりのチャンスがサーマー。送らせて。今度は投げだったが投げてまだわからないぞ。おっとさあ再度チャンス訪れる。さあおリバースピン。おおさあ、左戦列がこれは打ってしまう。さあ、最後はお願い戦列が刺さってしまう。さあ、お互い握手を交わして、いやー、非常に見事でしたね。じゃあサミルさんにコメントもらいたいと思います。サミル、ありがとうございます。ありがとうございます。オトチュン était plus fort ce soir mais je reviendrai en force et je déboîterai. Thank you very much. メルシーメルシー。でもあの正直本当にクスモンのがね言ってた通り、本当にこんなに強い人がねヨーロッパのしかもガイルでいるなんてちょっと本当にびっくりしました。あの置いておくヘビースタブとかソバットとかもうすごくなんかこっちの出鼻をくじかれる攻撃とかね、めくりもしっかりしてるし、もう本当に多分日本でやり合ってたら多分僕も相当危ないなと自分で分かるぐらいちょっと怖かったんで、またこのちょっとね国際交流でまたどんどんやっていきたいと思います。本当ありがとうございました。